疲れた。基本的にラーメンなんだけど。うん。あ、ちなみにもう夜暗いからもう俺映すわ。気分ラーメン。まあね。こっちって言うとなんかあるラーメンって。でも本当にパッと思いつくのそこまかってさっき言ったところにはテンストぐらいやで。あ、え、だいぶ戻るよ。いや戻らんやろ、このこっち側やん。あれ、え、でもナバリ店だったからもうナバリまで。じゃあナバリじゃなくて伊賀にあるやん。伊賀にあったっけ。伊賀にある。あ、そうなん。うん、テンスタで調べるからかな。俺多分地図なしでいけると思うけどな、こっからやったら。どっかで一発曲がれば、そのもう道なりでいけるの。あ、本当だ。鳥湯っていうこれかな。あ、でも営業時間外だ。うん、なんとなくこれナバリにしかない気がする。いやいやいや、伊賀にある伊賀にある。食ったことある。あ、つか一緒に食いに行かんかった？伊賀のところ。え、あれ誰と食いに行ってんだこれ。これやってたとしても営業時間外だと思うよ。嘘、6時55分やで、さすがに。あい、いやありうるな、あそこ個人のね、オーナーでやってるとこだったからな、フランチャイズの。あー、ワンチャンありうるな、日曜日の夜だと早めに閉めるとか。どこだろう。まあ伊賀上野の方面向かって感じで行くけど、なんかランチ営業のみっていう店だけど。あーにしたのか、あり得るな。なんか上野で、伊賀市ではとここしかヒットしないんだけども、この道ちょっと行って一本曲がって左に曲がったところへんやろ。でインターの何かは、うん、それ。あー、じゃあもうランチ営業だけなのか。トモインターっていうのこれ。あ、トモ、そう、トモ、うん、の。そこの、うん、南の方のはもう今やってない。そうそうそう、ともな、あ、やってないか。うん、ああ。若干これ今逆向いてるね。市街地から、市街地から。そう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 、ともの、うん、は外れないよ。外れだけど、うん、うん、そこに向かうにもちょっとあの90度ずれてます。まあ、いや。あ、どっちにしろどっかで一回曲がって、うん、その。うん、でかい通りに出る、うん、これがセブンイレブン、その言うとった、あ、ここは東なんやっていう風になったセブンイレブンがある通りの方に出るんやで、うん、ただね、あんまりこっちから行くことないのよね、うん、だいたい友野のインターで降りて、そこのやつ食うか、このプラントによって、そっから伊賀上の市街地によってとかっていうプランがあるもんね。一回閉めといてもよかったな。ご視聴ありがとうございました。閉めるよ無理やり。こっからはサブちゃんなのか、サブとサブちゃんなのか、ただのこっからは雑談もするかどうかわからないただの、こういう動画で。ラーメンはろくなとこないな。うん、伊賀はあんまりね聞かないんだよね。聞かないな。個人もあんまないんだよね。なんならドライブインで食うぐらいのイメージしかなかったからさ、うん、今まで。だからぶっちゃけ鈴鹿まで行った方のがうまい店はあると思う。ね、鈴鹿は多いしね。うん、鈴鹿まで戻る前に行きそうやつも知って行きもするけど。亀山。極まれに餃子の王将行くか、亀山2号店。亀山の餃子の王将、エコーの近く。そう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 、あそこがなんか結構すごいの。あそこはもう昔ながらのお店だからね、うんうん、1号店を立ち返ったから2号店で営業してるらしいけど、うん、
2号艇になってから40年近く経ってるっていう。超老舗。ここら辺も工場がいっぱいあってね。おお、いや、対向車の光の明かりでやっと買う認識をしてくれた。ひどいぞこの映像。しかも使える話何もしてねえから多分おじゃんだろうな。ああ、やばいな、このテンションのまんま名阪国道怖いぞ。なんかこう話題か。この時間もだって伊賀のドライブイン、あのあっちもやってないだろ、うん、道の駅のところも。そうだね、やばいね、なんもないもんね、あの名阪国道ってさ、伊賀、うん、抜けたら本当に何もないからね。そうだね、飲食店はおるか、かろうじて集落やからな、うん、コンビニもないの確定してるんだから、うん、すごいよね、そう考えると。いや、あの伊賀上野のドライブインなくなったのは痛いね、やっぱ。確かにね。で、出た、セブンイレブンが出たぞ。東と西の境界線だったセブンイレブン。え、これが境界線なの？あ、だからここのセブンイレブン入ったら東やったから、あれ？ここは東なんやってなったっていう。この曲がったところにその、ね、スタミナラーメンがなんだけども昼だけですっていう。Oh no。 なんてこったい。まぶしい。ついてるわ。あ、Google が間違ってるわ。あ、すごい。あ、よかったね。ちゃんと見て。やった。でも駐車場がない。その後ろ止めたらいいかな。うん。あ、うん。ちゃんと白線があるね。白線ある。めちゃくちゃ見にくいけど大丈夫かよこれ。あ、入ってる入ってる、余裕余裕。こんなもんかな。うん。ふう。あ、なんかもう。やちきった俺。Google 間違ってることあるんだな。ちょっと信頼してきた。これが点数だ。そうそう、取り付けてちょっとね、うん、店の雰囲気は一瞬テンストあれってなるけど、うん、うん、ちゃんとテンスタのお店でございます、うん、いただいていきましょう。